ついてくるんだ。へえ。さらばだ。うわあ！え？え？え？ちょっと待って、これ出番なくなっちゃったやつ？はい、どうもこんにちは、チャイと申します。はい、どうもこんにちは、イルミルと申します。それでは、飛べばいいじゃん、7回目かな、やっていきます。ですね、やっていきます。まあ、前回僕が本来だったら鳥のセリフ読むはずだったんだけど、なんか、あれなんですよね、あれだけで時間がね。そうですね、全くセリフを読むっていうのはなかったので、今回は僕がセリフ読むことにしずとして。そうですね。じゃあ、まずは米編やりましょう。はい。じゃあ読ませていただきまーす。はい。まあ、で、早くね、さっさとこの詐欺系をこの野郎って方は、まあ、下のシークバーをちょこいと動かして。はい。じゃあ、行きまーす。ウッポお疲れ様です。エリックも重要人物かと思いましたが、早々やられてしまいましたね。次回も頑張ってください。イロミネさんも頑張ってください。ということで。はい。ありがとうございました。うん、エリックン、やっぱなんだかんだみんな結構注目してたっぽいね。そうっすね。うん、なんだかんだのキャラが好き。なんか実は結構口悪い方だけど超面倒見がいいみたいな、超そのツンデレパターンがなのかな。ツンデレキャラが結構好きなのかな。うん、人気高いのかな。あいつまあ口数多いやつだからね。そうっすよね。もうあの時パート1じゃ自分ばっか喋ってて、なんかチャリさんの動画なのになんで自分だけ喋っとるんやみたいな感じになって申し訳ない感が半端なかった。なるほど。まあそんな感じですかね。はい。実際エリック君重要人物なんじゃないのとは思ってるんですけどね。うん、僕は、僕もちょっと怪しいなとは思ってる。まあ多分視聴者の方々も感づいてるんではないでしょうか。はい。じゃあそういうことで、じゃあ続きいきましょう。前回はなんかですね、なんかすごい貴重なものばっかもらった感じがするけど、一つにつながったとこんなことに使うんだって予想の斜め上を行ったっていう。はい。もう驚きの驚きで。そうなんですかね、なんて言えばいいのやら。ドラゴンの涙と温かい光と風をまとう石、そして虹色の肥料、肥料ですよね。やっぱそれだけあればやっぱ植物だよって連想させるこの制作者さんの意図だったんだろうけど、ごめんなさい、全く気づきませんでした、ごめんなさい。まあまあこうやってね、無事に行けたわけですし、行くぞしよう、最後の知恵。最後なのかこの俺わかんないけど、なあ、僕はね勝手に最後だと思ってんでね。行きますか。行きますか。雲の上だと。雲。上。鳥の声ですよね。うん。ちょっと思ってるけど、これは飲むだけでいい。シュールだな、すごいシュールだ。ジャックと豆の木みたいな。確かに。まだ続くんかい。じゃあこの間にコメント返信しようか。しようか。ウポチースです。今回はいろいろと色峰さんとの息がぴったりでしたね。そしてやっぱりチャリさんのアテレコ最高です。特にマダムの声、ね、音域が広くて尊厳しちゃいます。次回はピャッを頑張ってくださいね。では、はいはいはい、ナムジェット。ありがとうございます。まあこれはパート2ですね。パート2ですか。はい、もう僕がアテレコした回だったんだよね。あー、そうですね、イラミネさんとの息がぴったりでしたね。そしてやっぱりチャリさんのアテレコ最高ですですよね。マダムマダム今マダムやってくださいよ。任せてマダムよ。もうね、僕まあアテレコもそうなんだけど、キャラクターになんか別の名前つけるのも結構好きだったりする。すごいですよね。別の名前。そう、あー、すごい、なんだっけ、マダムの声をマダムって呼んじゃったり、キバタのことキバチンって呼んじゃったり。まあ結構そのキャラ愛してる感がすごいです。なんかあだ名つけの好き。
で、あ、やっぱりなんかみんなナムジェッタって気にしてんだね。気にしてるっていうか。だね、やっぱナムジェッタって名前なんてそんな聞かないからね。うん、そうですね、なんか、うん、自分たちもね、たびたびナムジェッタ、ナムジェッタって言って遊んでる時がある。そうそうそう、そういう名前あるんだみたいなね。ネタにできる。そう。ほら、ナムジェッタ、早くバネ行ってるの、早く取りに行きなさいみたいな。でもってこのパート2でいろいろと進められたからね。まあこんな風にまたサクサク進めていけたらね。そうですよね。でも、はい、このゲーム結構難しいんですよね、意外と謎解きが。そうなんだよね。まあこんな感じで意外と難しいんですよ。はい、じゃあそういうことで雲の上に登っていきましょう。なんかいません？うん、なんかいるよ。ネズミ？違う、タカ。今回は、僕が担当します。担当します。いや、飛べない鳥がこんなところまで来るなんて初めてだよ。わざわざこんなところまで来たってことは、目的は、一番奥にある勇者様の剣だね。勇者様の剣は特別でね、あのドラゴンの結界を唯一壊せるんだ。勇者様はドラゴンを封印した後、剣をこの奥に封印した。なぜかって、言わずもがなドラゴンを封印し続けるためだよ。ん？だからあの森を覆う結界を壊すには勇者様の剣を使うしかないけれど、一つ大変なことになる。勇者様の剣を抜けば近いうちにドラゴンは目を覚め目覚めてしまうのさ。このドラゴンっていうのが眠れるドラゴンかな。今の森が大変なことも分かっている。だけれどそれ以上にドラゴンを目覚めさせることの方が危険だ。あの勇者様だってドラゴンを殺せなかったんだし、何より勇者様は封印するとき死んでしまった。だからね、諦めて帰るんだ。それが命のためだよ。ああ。帰る気はないんだね。まったくこれだから利口でない鳥は嫌いなんだ。好きにするといいよ。ただし、僕の仲間たちが君の邪魔をするよ。それでも一番奥にたどり着けたら考えてあげてもいいよ。まあ無理だろうけどね。マジか。おお、あの時みたいに襲われんのか。そういやパート1以来襲われてなかったね。そうですね、確かに。もともとパート1の時はなんとか襲ってきますっていうはずだったに、パート2以降そういや いつも襲われてないなと思った。そうですよね、確かに。うん、じゃあここからが本番っていうことでいいのかな。逃げなんだまた。はい、じゃあ行きましょう。どうそうですか。そうきましたか。まあでも追われるよりかはマシじゃないですか、これ。まあ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 、ダンジョンだと思えば。正面を通らないようにする。でもやっぱり触れたら、アウトだろうね。はぁーですか。うん。あ、そういうパターンか。ダンジョン。セーブしました。セーブ、あ、そうだそうだそうだ。危ない危ない。まあでも、あれだね。なんか、アクションだね、ここら辺は。そうっすね。うん。タイミングゲーですよね、これ。そう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 。よしよし、おお早い。荒ぶってますね。やべやべやべ。あ、アウト。デデー。ちょー。アウトー。アウトじゃねえよ。何がアウトだよ。何これ。わろた。アウト。デデー。なんとかアウトーみたいな感じだね、今な。トリアウトー、トリアウトー。あ、こいつ今絶対チャリさんの上の鷹に見てて、みんなやつ見てなかった。お、危ねえ。お、神回避。神回避。これは真ん中アンチかな。あ、あ、惜しいね、タイミング重要だよ。え惜しいね。惜しかったね。うん、あ、今動いたんですか。動いちゃった。いや、動かれちゃったって。これ全部の敵に鳥にセリフついてるんですかね。そうだね。それわざと触れてみます。正確に言えば動かれちゃったっていうべきかな。うん、わざと触れてみます。あ、それもありだな。こいつは触れたくない。こいつは触れたくない。お前ずれてるだろう。お前ずれてるだろ、今のは。え、今のはちょっとずるくないですか。ちょっと今のなくね。
まあいいさ。一旦止まった方がいいですかね、これ。そうだね。はい。ほっ。おーい。なんだろ、これ。セーブは大事。はい。え、もう何も言わなくていいよね。いや、何もないよね。いや、ちょっと今、なんで今言ったんですか。あれ、セーフ聞きたくてじゃないの。ああ、そう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 、今のわざとだよ。あ、わざとですか。サービスプレーってやつだよ。この鳥はまだ触れてないのか。そう、今のはサービスプレーってやつだよ。ああ、なるほど、なるほど。ファンサービスってやつですね。そう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 。だからも、いや、いやじゃねえよ。いや。そこまで仕掛けあったか。そんな罠、そんなのあったのか。もういいよ、タカボコはする。いや、まさかそんなとこに勇者の剣があるわけないよね。ライドもう多く来ちゃった。あら、あら、こんなあっさりでいいんですかね。だいたい簡単でしたね。うん、まさかあれも見に行くとか。それはないか。それはない。タカがいる。あ、剣あるね。いや、ここまで来れたことに素直に驚いているよ。運だけはいいのかもね。もうすでに何回も死んでっけどね。何回かコッパみじんされた。さあ、勇者の剣に触れてみなよ。何、君だって手に取ることは可能だよ。選ばれていればね。ぴょん。やばい、今セリフ忘れてた。簡単なことだ。勇者しか抜くことができない剣ってことだよ。残念ながら封印した勇者は様は死んだ。もう誰にもこの結果と術は持つことはできない。万が一にもこう剣に選ばれし新しい勇者様が誕生していたとしても、この森には入れないからね。もうどうすることもできないのさ。実際見てもらった方がただの鳥でも諦めがつくだろうと思ってね。さあ、わざわざ来てもらったけど諦めてもれ。ぴゃ。え、剣が抜けた。そんなはずだって。僕でも中でも抜けなかったのに、こんな小さな鳥一匹で、こいつが新しい鳥に選ばれたってことか。いや、そうだとしても、おい、急いでドラゴンのとこへ行け。あいつが目覚める。お前がドラゴンを何とかしろ。何か方法があるんだよな。勇者の剣手に入れた。すげえ無茶ぶりなんだよ。はは。あ、炎がある。これで終わり。全部終わったんだね。うん、はは。やっぱり約束は守れない損いないよ。みんなごめん。やっぱり何も約束を果たせないって辛いな。でもせめて世界が安らかになればいいかな。もう力が出ないよ。それちょくちょくなんかアレンジ加えてくるなんすか。もう力が出ないよ。まさかそんなことがあるんですよ。うおうお。まあ剣に選ばれし者だから思いとは感じていないだろうが、運ぶのは大変そうだな。いや、まあ特別な剣だ。多少地面に引きずっても傷がつくとは思わないが、物は大切にな。いい絵だね。いい絵っすね、これ。これはサムネだわ。サムネ。って、おい、早くドラゴンのとこへ行け。もうすぐ目覚めるぞ。なんとかしてくれよ。これ、時間制限あるやつですかね。そうなのかな。まあ、そういうことなら、一旦セーブするしかないようだね。そうっすね。はい、じゃあ急いでいきましょう。お、いなくなってる。イエーイ、イエーイ、え、ん、イエーイ。おお絶対落ちてるよね、これ。うん、あれも道扱いだったのかな。てか、落ちてもいいよ。落ちてもいいよ。落ちちゃダメですよ、これ。雲の上ですよ、これ。落ちてもいいよ、そのまま地上に戻れかな、見て。てか、これあれなんですよね、結界がここまで伸びてるってことですよね。そういうことだよね。そんな広かったんだ。おお、結構空ってでかいね。で、また行くんですかね。そうだね。
じゃあそういうことでもう一個コメント拾いますか。そうっすね。どれだっけ、これか。とアップ、お疲れ様です。ヨウムの声は自分的には調子合っていますね。次回も頑張ってください。イルミネさんも頑張ってください。いやー、ということです。はい、ありがとうございます。ヨウムってなんだっけ。あれだよ、マダムのことだよ。マダムか。そう、ヨウムがマダム。ダメだ、名前覚えてない。調子が合ってますね。次回も頑張ってください。イルミネさんも頑張ってください。はい、ということでマダムに読ませていただきました。はい、ありがとうございました。そうですね。確かにね、あれはね、まあ最初びっくりしたけどね、合ってるかなと思った。もうそれでいいやって感じだった。そんな感じになったね。あ、てかこれ、あー、そっか、まあとりあえずこんな感じでいいかな。うん、まあ次回もっていうかね、まあコメントはね、随時読ませていただきますので、何か気づいたこととかありましたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、誰もいないんで真ん中行くしかなさそうなんで。そうっすね、ここ突破する。勇者の剣を結界に投げた。投げた。投げた。おお、割れる音がした。勇者の剣が結界を破壊した。